な守備で相手の攻撃の芽を摘み、自らもゴールを奪える攻撃型ボランチ、名をもと光る。アンダー20の選手たちは技術もすごく 高いんですけど、まあ、決めるとこで決めてなかったっていうのが敗因だったと思うんで、自分らはそれをなくそうと思います。自分はボランチなので、トップに当てさせないようにして、攻撃の起点を作らせないようにしたいと思います。まずは守備から入って、どんどん攻撃にも参加して、絶対ゴールを決めて勝ちたいと思います。ワールドカップ優勝に沸いた女子サッカー界で今年注目のヴィーナスを発見。アンダー20日本代表の名本光17歳、福岡市内にある名門女子校に通う高校3年生の彼女は、1年生の頃からなでしこリーグで活躍、状況判断とチャンスメイクに優れたボランチとして注目を集め、2010年にはアンダー17ワールドカップ準優勝の立役者に。目標とするのはなでしこジャパンのあの選手。ボランチでも澤選手は、まあ、シュートを決めて、ワールドカップでも得点王と MVP 取ってるので、シュートを決めれる選手になりたいと思ってます。そんな彼女の今年の漢字一文字は光。理由は自分らしく輝きたいと思ったからです。2012年はアンダー20のワールドカップがあるので、それに出場して優勝したいと思ってます。彼女が光り輝いた時、偉大な先輩たちも成し得なかった日本女子サッカー界初の栄冠が待っています。サポーターの皆さんと一緒にサッカーを楽しむことができるように一生懸命プレーしたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。すみません、こっち目線いただけますか。高校2年生の時に一度リーグで対戦したんですが、レベルの違いを感じたのと、自分もいつかはこういうチームでプレーしたいっていうふうに思ってました。と、以前から憧れていた浦和レッズレディースへの入団を発表したのは、スポルトが注目する次世代のなでしこ、名本光。高校生ながらすでになでしこリーグ福岡でボランチとして活躍していた彼女は、筑波大学進学を機にリーグで2度の優勝経験を持つ名門浦和への移籍を決意。優勝を狙わないといけないチームだと思うので、はい、優勝争いやってみたいです。さらに活躍が期待されるのが、先日日本開催が発表されたアンダー20女子ワールドカップ。なでしこリーグとワールドカップ2つの舞台で憧れの場所を目指します。試合会場に来て応援してくださる方もたくさんいると思うので、すごい楽しみです。目標は優勝です。そこでなでしこジャパンの佐々木監督からも直接技術面の指導があったようで、本当に期待の方ですね。